はい、こんにちは。今回は葛根湯のシリーズの中でも、魔王というね生薬を取り上げてみたいと思います。はい、まずね魔王というね、前回はね葛根をねご紹介してました。で今回は、結構ね葛根湯の中でなかなか重要な、役割を果たしているね魔王ですね。こういう字を書きます。朝という字に黄色ね、これで魔王って読みますね。はい、で、まずねじゃあ早速お見せしようかな。こちらねこういう、はい、これがね魔王ですね。生薬の魔王、細かく刻まれているのでね、今こんな、ちょっとバラバラですけどね、本来はですね乾燥した土地にこうなんだろう、こうシュ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 ッと生えてるこう茎ですね、緑色のねこうシュ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 ッと細い草ですね、緑色の細い草状の植物ですね。でその高さは30センチから、これで30センチ合ってます、10、20センチ、こんなもんかな、30センチから70センチぐらいのね、長さになるということですね。でその茎を、秋に刈り取って、それで乾燥して、でこうバラバラにねなったものがこれですね。はい、で、じゃあ特徴をねちょっと見ていきたいと思います。まずね色ですけどね、本当にまだ生えてる時は緑色なんです。綺麗な鮮やかなグリーンで、こういうふうにまあ乾燥して時間がね経つと、ちょっとねその鮮やかな緑ではなくなってますよね。モスグリーンとでも言いましょうかね、モスグリーンっぽい感じでも、なんかもともと緑色だったのかなみたいなね、なんかそんな想像はできますけどね。でこれで、まあ、天然のものなんでね、いつも言うんですけど、全部がこう均一にはならないんですね。ちょっとなんか違った感じの色目のものも混じってます。ちょっと黄色っぽかったりね、茶色っぽかったり、そんな感じですね。はい、で、次にね特徴的なのがどういったんでしょうかね、切り口、これねこう細かく切られてるんですけども、この切り口がねどう言ったらいいんでしょうかね、こうストローみたいな感じわかります、細いストローっていう感じですね。なんかこう丸いね、こう断面がねスパンと切ったら丸いっていう感じかなね。さすがにね向こう側まではこう見えませんけどね、でもこうして断面を見ると、まあカメラではねちょっと分かんないでしょうけどね、丸い筒状になってますね、ストロー状で、そのこう断面もまん丸のもあれば、ちょっと楕円形のね、ちょっと潰れた円のね状態のものもあるということですね。だから、まあ、天然のものだからね、いろんな形があって当然なんですけどもね、面白いですよね。それからね次は、匂い、匂いはねあんまりなんだろう、その草状なんですけど、これね草っぽい匂いはしません。なんか全然嫌な匂いじゃないですけど、そうですね、わずかにスーッとする感じのなんか香りがしますね。はい、でもまあすごく特徴的な何か香りはしませんね。はい、それからですね次は手触り、手触りはなんかこういう感じ、パラパラっていうね、サラサラって感じですね。軽いですよ。おっと、危ない。こうかな。ね、そんなに別にベタベタもしてないし、サラサラサラですね。パサパサというかですね。でね、
結構簡単に割れますよ。これね、まあ、いって、ね、こんな感じです。あ、長いの発見。ちょっと珍しく長いの発見ですけどね。ちょっと折っちゃいましょうかね。えい。折れました。ちょっとこんなね、シュッシュって出てるけど、もう大体がみんなこう、ポキンポキンって折れますね。本当に簡単に。これもね、こうやって折れました。はい。こんな感じですね。で、この生薬の性質なんですけど、まず、芯、発散していく方の芯、香辛料の芯ですね。だからこう発散させていく力っていうのがあるわけですよ。で、あとね、温、温める働きがあるってことですね、これね。はい。それから味はね、味は私は食べたことはないですけど、ちょっとわずかに苦い、ちょっと苦めの味ということですね。はい。それから、そうそう、生薬の気経というのね、体のどこに、一番大きく影響を及ぼしますか、働きますか、みたいなね、気経っていうんですけどもね、それは肺と、それから膀胱ですね、そういうふうに言われてます。で、まあ、肺っていうのは、こういう気管支系とかね、そういうところにも働くということですね。あと肺というのは漢方の世界ではですけど、水に関係してるんですね。水をこう動かしていくっていう時に、その肺というところも関わっているというふうに漢方では、言われています。で、膀胱も水がたまるとこですよね。尿がたまるところ。だからちょっと水の、体の中の水分というものに若干働くのかな、みたいなね、そういう想像ができますね。ではね、具体的に、どういう働きをするのかね、それをちょっとお伝えしていこうかなと思います。はい。まず1番目、体を温めて発汗させる。これは、まあ、葛根湯の処方に入っている、まあまあ一番のね、目的でもありますね。温めて汗を出させて、で、お熱を下げたりとかね、風邪を治していくわけですよね。で、風邪の邪っていうのは、毛穴から、外からね、まあそうですよね、ウイルスとかそういうのはね、外から入ってくるんですからね、そういうところから、風邪ってね、言いますけどね、そういうのが入ってきたときに、それを、体の中で、葛根湯ね、飲めば温まって、そして、汗を出させることで、その邪を外へ出していくっていうこともね、できちゃうわけですよね。で、お熱も下げますし。だから本当は葛根湯は昔は、その飲んだら、もちろん煎じ、昔は煎じだから煎じ薬として飲んで、ちょっと体が温まってくるじゃないですか。で、そこで、例えばあったかいおうどんでもね、なんか食べるとか、あったかい飲み物を飲むとか、あるいはお布団をかぶって体を温めて、その発汗をこうさらに、援護するというかね、どんどん汗をかきましょうみたいな感じで、それで風邪を治してしまえっていうね、まあそういう処方だったわけですよ、もともとはね。まあでも今はね、そんなね、会社でちょっと風邪気味だからと思ってね、でもそんなすぐになんかおうどん食べれるわけでもないし、ましてや布団もね、かぶれるとか状況ないですから、まあそこはできる限りそれにね、近づくように、温かいお湯でね、まあ粉薬の場合はですよ、飲むとか、まあ綺麗に溶けるものもありますからね、メーカーさんによってはね。で、だから溶かして、で、そのあったかいものを飲むとかね、そういうふうにする方が、よりこの発汗させてね、邪を外へ出していくっていうパワーをより強めるには、そういうふうにした方がいいってことですね。はい。次にね、2番目、咳を止める、それから気管支を広げるね、ということですね。で、これもまあ風邪のね、時にはとてもいいですよね。
で、普通の風邪だけじゃなくって気管支喘息とかね、それから、ちょっとその風邪が例えばこじれて慢性の気管支炎になってね、咳ばっかり出るとか、なんかこうぜいぜいヒューヒューなるっていうようなね時に、この魔王がね、力を発揮するということなんですね。で、さっきの発汗とかもそうなんですけども、より温める作用の強いようなものとペアでね、ペアリング、これとこれを一緒に合わせるみたいなね、合わせ技を使うとよりこうその力がね強まるっていうことがね、漢方はよくあります。はい、そしてその気管支を広げる成分というのがこの魔王の中に入ってます。この赤い丸で囲ってあるね、エフェドリンっていうんですよ。このエフェドリンっていう成分が、西洋薬のものとしてももう確立されてるんですけどね、もともとはこの魔王の中にこの成分が発見されて、これが気管支を広げる働きがあるということがね分かったわけですね。面白いですよね、本当に。そしてね、最後に水をさばいて、腫れやむくみを取るという働き、ね、こういうものもあります。さっきね、体のどこに働きますかっていうね、気経の話しました。で、その時に肺、それから膀胱ね、で、それは水に関係してますよっていうね、お話しました。まさにそれで、この魔王だけでもそういう水をさばいてね、腫れてるところとかむくみをね取っていく働き、利水の働きがあるんですけども、そのやっぱりペアリングですね、誰と一緒にセットになるかね、誰を相棒にするかによってその働きがまたこう変わってくるわけですよね。で、例えばね、エッピカジュツ湯っていうね漢方薬があるんです。それはね、炎症を起こしてこうお水が溜まってる、例えば膝が腫れてしまいました、でこう触ったら熱っぽいですね、熱いですそこがっていうような時はね、炎症でそこが腫れて水が集まってきてるわけですよね。でそういう時はその熱を冷ますような成分の生薬と、それとこの魔王ですね、これを使って、ペアでね一緒に合わせて、で、他にもいくつかの生薬ねもちろん合わせるんですけどね、でできた処方が、エッピカ術湯っていうんですけど、この魔王が入ってるんですね。でその水をこう炎症を鎮めながらその水をさばいていくね、で腫れとか痛みを取っていくっていうね、そんな働きもこの魔王ちゃんはねするわけです。なかなかねいろんな働きをね持ってて、ね、面白い生薬ですよね。はい、まず今日はねここまでです。はい、ありがとうございました。またよかったら次も見てください。ありがとうございました。